魔との激しい戦いが続く中で、英雄たちは徐々に仲間を増やし、妖魔に対抗する力をつけ始めていた。そんな中、両島に突如として見慣れぬ建物が出現。さらに何者かが妖魔軍と交戦しているとの報が入る。出会いの予感を抱いた英傑たちは、その者を救い出すべく両島へ急行する。果たして新たな仲間を見つけられるのか。うわ、妖魔がこんなに。戦ってる子が無事だといいけど。妖魔はここで何してんだ。喧嘩相手でも探してんすかね。ここにいる妖魔は清盛の配下、やつの命令で動いているに違いない。おそらく戦っているという人物を清盛は手勢に加えようとしているのだろう。なら急いで戦ってる子を探さないと。先に清盛に見つかったら大変だよ。任せてくださいよ、ねね様。俺が速攻でそいつを見つけてくるっす。清盛はいないようだ。妖魔が多い。聞いてみようよ。さあ、妖魔を締め上げてやるぜ。剣どもめ、ここで引き当てろ。せいぜいあがくがいい。敵将、お仕置きよかよ。遅かったな。奴はすでに我らが包囲したわ。おう、任せてもらおう。ならばいい。ガッツリ。うん、終着至極に来ず。忍びの出番ですな。彼らなら足場を伝って崖上まで登れましょう。
ろうぜ。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。おお、一段と冴えておいでですな。何、貴様らどこから現れた。地獄に存ずる。私はソフィーティアと申します。先ほどは大変失礼いたしました。なぜそれを。理由を聞かせてもらえるだろうか。子供に会いたいように焦っていたのです。私は
娘の命を救うために戦ってきました。決着がつき家へ帰ろうとしたところで敵に囲まれ足止めされてしまったのです。でもここに娘さんが…エースリット今は急いで逃げようと。お前ら覚悟してもらうわ。ここ複数だ。天下無双だぜ。目を見張るばかりの戦ぶり。任せてもらおう。俺ごと噛み砕いてくれよ。に存ずる。待てお目を見張るばかりの戦ぶり。の強者がおるのはどんな御仁か楽しみだ。派手に試合たいもんだね。打点正宗と前田慶次が私は子供たちの元へ帰るのだから。異界の猛者ってのはあんただい。まずは手合わせ願おうか。通してくれないのなら仕方ない。覚悟して。
暇なもの。絶対に利用されたりはしないわ。今日のところは引き下がる。強き者どもよ、また会おうぞ。まがまがしい気を持ったものでした。皆さんがいなければ私は敗北したでしょう。とっても強かったよ。こっちこそ助けられちゃったね。ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。はい、おしまい。帰ったら美味しいご飯だよ。皆さんありがとうございました。でもここは一体どこなのでしょう。この辺りは見知らぬ風景ばかり。どこへ行けば娘のもとへ行けるのでしょうか。ここは様々な世界が融合した場所。お前はおそらく別の世界から来たのだ。別の世界？そんな。娘をソウルエッジから救い出した後、家に帰る途中妙な気配を感じましたが、ここが本当に別の世界だとすれば、私はずっと娘には会えないのでしょうか。諦めちゃダメ。生きてさえいればきっと会えるよ。この世界には妖者という敵がいる。おそらく奴のせいで世界は融合したんだ。我らは妖者を倒すために戦っている。もし行く当てがないなら手伝ってもらいたい。その代わり我らもお前の力になろう。元の世界へ戻る術、共に探そうではないか。それがいいよ。一人でいたら危ないもん。お姉さん喧嘩超強いし、手貸してくれんならマジ大歓迎っすよ。わかりました。これからご一緒させてください。私は諦めずに戦います。いつかまた娘の笑顔に出会うために。その息だよ。じゃあこれからよろしくね。